あの、アメトークでですね、元野球部芸人っていうのがあったんですよ。で、ティモンディアンと高岸ってわかりますかなんかいつもオレンジ色のスーツ着てるめちゃくちゃ背の高いやつがいるんですけども、そいつがですね、いや、高岸なんかすごいよと、未だにあいつ140キロ投げれるっていう話が出たんですね。で、この間、あの、プロの野球の始球式に呼ばれて行ったらですね、130キロ投げちゃったっていうですね、<laughs> すごいすごいすごいって言ったらですね、もうティモンディアン高岸が、そんなことはない 誰でも投げられますって言うんですよ。で、いや、違うと、蛍原さんが食いつくわけですよ。いや、ちゃうて、俺は無理やって言った。蛍原さんでも130キロ投げれます僕と同じように野球を好きになって練習すればいいんですって。高岸譲らないですよ。で、無理やってっ。とにかく俺とお前でも何もかも違うやんけって。だから俺がお前と同じように練習しても、それは130キロになれへんやろって言った。 あなたにとっての130キロが出ますっていうふうに言ったんですよ。でも、これで会場中大爆笑になって、会場とかスタジオ中大爆笑になって、僕も大笑いしたんですけども、なんでこれがおかしいのかですよね。あの、生まれつきの格差とか才能を否定して、努力の大事さだけを解くという、まあ、この嘘くささがですね、ちゃんとギャグになってるんですね。でも、同時に、同時にですよ、この嘘くささがあるんですけども、同時に、生まれついての格差があるという現 実際の残酷な現実を一瞬忘れさせてくれる 一瞬だけ忘れさせてくれる、ちょっとこのワクワク感っていうのもあって、その、ティモンディの高岸の心の底からいい人な感じのあなたでも、あなたにとっての130キロっていうのが、もう,もう僕らの心の中でカチンとハマって、こう、大爆笑になるわけですよね。あの、まあ、高岸のですね、生まれつき、なんか優れてる人の嫌味っていうのがほとんどない人、そういう表情だから、まあそこら辺でもですね、楽しめるんでしょうけどもですね。 しかしですね、これあの能力主義者のですね、隠れた差別っていうのはこの辺なんですよ。あの、僕ね、小学校、中学校、高校ずっとね、体育の、本当に苦手だったからわかるんですけども、あの、できる人の、お前もやればできるはずだという。<laughs> <laughs> あれ何なんでしょうねって。いやもう本当に二度と学校に行かなくてすぐありがたさここなんですけども、お前もやればできるはずだって。いや違うんだって言っても、いやそれは練習が足りないからだとかなんかこういろいろ言われるんですけど、いや違うんですけどね。ドラゴン桜でも言ってるじゃないですか。劣等生ほど東京大学に行け いや、それは、劣等生の中でもたまたま勉強が嫌いで反抗していた地頭のいい奴が、ものすごくいい先生がついて集中的なことやったら成績は伸びるかもわかんないんだけど、じゃあそれを F ランクの高校とかに行ってやってみても絶対成功しねえやって、まあ僕ら思います。知ってるんですよ。その努力とか才能っていうのは平等ではないっていうことを知ってるんですけどもですね。誰でも努力する。 ばってやっぱ未だに言う人いるんですよね。世界中でですね、平均寿命が伸びてるのに、アメリカの白人労働者階級、いわゆるホワイトワーキングクラス、ここだけはですね、実は平均寿命が縮んでるんです。短くなってるんですよ。 これはあの現在の研究なんですけど、えー、この奇妙な事実を発見した経済学者のアンガス・ディートンとアンケース、この二人はですね、その原因がドラッグ、アルコール、自殺だとして、2015年に絶望死と名付けた論文を発表しました。絶望死というのは何かというと、死ぬまで酒を飲み続け、薬物を過剰摂取して、銃で自分の頭を撃ち抜いたり、首を吊ったりすることだそうです。そういう死に方ですね。 で、アメリカ社会というのはなんでこういうふうになっているのかなんでこのホワイトワーキングクラスの平均寿命だけが世界中で縮んでいるのかっていうと、あの、四大学卒業以上の高学歴層ですね。アメリカのいわゆるエリート高学歴層と、高卒とか高校中退の低学歴層の間の分断が、 もう日本よりもはっきりしてるんですね。ものすごい分かれちゃってると。で、これはあの、日本よりもと言ったんですけど、日本も徐々に徐々に似たような状況になってですね、えー、日本でも社会学者の古川徹さんが、えー、日本の分断切り離される非大卒若者たちですね。大学を卒業している若者たちという公文者の新書で指摘しています。大学と非大卒、大卒と非大卒のですね、日本社会の分断っていうのが始まっていると。 で、なんでアメリカと日本で、おそらく他の国でもですね、こういう学歴格差の現象が起きてるのか。それは、現在の社会がですね、立花明が言うところのですね、知識社会だからです。つまり、知識を身につけて覚えて、それを応用して、という人間が有利なポジションに行ける社会。それを知識社会と言うんですけど、知識社会の高高高に伴って、仕事に要求される能力、スキルのハードルがものすごく高くなっている。昔だったら、 大きい企業っていうのは、まあ普通の学力の人間をバーッと入れて仕事させてもある程度できたんだけども、今のですね、実は会社の仕事っていうのはものすごい有能なやつだったらなんとかこなせるんだけども、ものすごく有能でない普通の人間は必死こいて頑張って残業しないと会社が要求する普通の基準にしか追いつけない。 そういう知識社会というのに日本はなってしまっている。知識社会というのはその定義上、知識の高いものに大きなアドバンテージ、有利さがある社会だ。と。リベラルな社会というのは本来、人種、民族、国籍、性別、性的指向などの属性で個人を評価してはならないとされている。しかしそうは言っても、組織を機能させるためには採用とか昇進で給料を上げるので、何らかの評価が必要と。 この難問を解決したのがメリットクラシー、能力主義で、学歴、資格、経歴の3つは本人の意思では変えられない属性ではなくて、つまり人種とか、あと民族とか国籍とか、あとまあ性的指向ですね、LGBT なんかは自分の意思では気持ちでは変えられない属性だと。でも、学歴、資格、経歴は教育や努力によって向上できるメリット、価値ですね。価値だというふうにですね、判断すると。 なので、リベラルな知識社会では全ての労働者がメリットによって選別されることになったと。その圧力は階級社会や身分制社会の、えー、まあ、そういう遺産が残るですね、ヨーロッパや日本よりも人口国家であるアメリカですね、の方がはるかに強く、メリットを持つ者は上級国民になり、メリットのない下級国民の間で社会が分断され、両者は全く別の人生を歩むことになった。ですね。で、まあ、そもそもその、 教育の機会を増やすことは、これはもう間違いなく絶対正義なんですよ。これも僕もそう思います。教育の機会をあの増やすことは、まああの絶対にいいことなんですよ。しかし、教育のチャンスをですね、いくら平等にしても、いくら、いくら教育してもですね、その結果は平等にならないんですね。チャンスを平等にしても結果は平等にならないんですよ。あの、成績2の子は成績3になります。通信簿が2の子は3になるでしょう。で、3の、で、あの、 なんだろう、3の子は4になるんですよ。でもね、成績が1の子は、まず5にならないんですね。だから、その子が何倍の努力をしようとしても、元々の成績が1の子っていうのは、みんな5になるのかと、そういうわけじゃないんですね。これが教育というものを持っている限界ですよね。その本人の、その、元々持っているものっていうものに左右されてしまう。ですね。 これ僕がですね、子供の頃感じた体育の時間をいくら増やしても、つまり鉄棒をいくら練習してもですね、全員がアスリートになれるわけじゃない。僕は逆上がりまではできるんですけども、そっから先はいくら練習してもやっぱできなかったんですよね。だとすると、学歴で出席が決まるのも同じように不公平であると。教育のチャンスを与えるほど結果が出なかった者たちには、ほらな、お前にもチャンスをやったよな。 ほらな、お前もなんか、体育の時間、テストの前に逆上がりとか、あの鉄棒の練習1時間させたんじゃないかと。他の人間の倍させたじゃないかと。だから他の人間よりもちゃんといい結果、少なくとも同じ結果が出せるだろうと言われているようなもんなんですね。なかなかしんどい社会です。で、あ、それでもですね、アメリカ人の77%は成功するために一番必要なのは努力って考えてるんです。アメリカ人ね、けなげですよね。 こんな社会でありながら、白人のですね、男性労働者が、白人労働者だ。ホワイトワーキングクラスがですね、世界で唯一平均寿命が短くなっているのに、未だに77%の人が成功するために一番必要なのは努力だと考えているんですよ、ね。でもこれヨーロッパに行ったら違うんですよ。 ヨーロッパに行くとですね、ドイツ人の半分しか成功に必要なのは努力と思ってない。フランス人に至って4分の1、25%しか思ってないですね。フランス人なんかみんな成功するかどうか、運次第だといやいや、生まれ次第だとか、いや、たまたまタイミングがいい時代に、タイミングがいい場所に生まれたら能力がパーッと出てきて成功するだろうけども、努力なんてなんな関係ないよって思ってる人が4分の3なんです、ね。だからヨーロッパのるさというのはここら辺にあると思うんですけど、あの勤勉なドイツ人ですら半分 しか思ってない。フランス人にとっては4分の1しか思ってない。努力が全てであるというのは、アメリカ人は未だに77%も信じてるんですね。で、これこそがサンデルによるとアメリカのですね。社会保障が弱い理由だと、あのヨーロッパの社会保障が手厚い思想的な根拠だと言うんですね。つまり、その人がどれぐらい稼げて、医者にどれぐらい働けるのか？っていうのはどんぐらい頑張ったかっていうのがアメリカの考え方なんですね。 だからアメリカ人っていうのは社会保障を厚くしようともない。そんなことをしたら、怠け者がより怠けるだけだと考えてる。ところがヨーロッパの人たちは、成功してお金がどれぐらいあるのかっていうのは、その人の運に作用されてるから、だからこそ成功している人間はたくさんお金を払って、恵まれない人たちにも社会保障、医療手当とかを分厚くすべきだというふうに考えるんですね。メリトクラシーっていうのはこういうふうにですね、その、社会制度にまで入ってくる考え方なんですね。 結果的にアメリカはですね、機械の平等さえ十分なら、政府は小さくていいと。それどころか政府なんかなくてもいいというふうに考えるわけですね。で、ヨーロッパはですね、結果の不平等、結果の不平等ですね。つまりその人間の貧富がどういうふうになっていくのかっていうのは、こんなもん貧富の差が出るのは当たり前なんだから、社会保障というのは最大化すべきであるというふうに考えていると。アメリカ人はですね、努力によって困難から抜け出すという神話を過剰評価していると。逆にヨーロッパは過小評価してるんですね。 実はサンデル教授の調査によると、ヨーロッパの方が努力によってですね、収入が上がる確率高いんですよ、アメリカより。なのに、ヨーロッパ人はですね、努力によってですね、なんか頑張っても自分が金持ちになれないってみんな信じ込んでるわけです。だから、ヨーロッパ人はもうちょっと頑張った方がいいし、アメリカ人はもうちょっと優しくなった方がいいって言ってるんですけど、ここら辺の逆転すごい面白かったです。 で、そもそもですね、最新の心理学とか遺伝子医学ではですね、えー、努力できる遺伝子というの,の存在がもう当たり前になっているんですね。えー、ミシガン州とテキサス大学の合同調査です。双子850組をですね、対象にした楽器の練習を黙々とこなすことができる。クラシック楽器って、あれね、どん、あのね、努力とですね、成果がなかなか一致しないんですね。100努力したら、1か2、いや、ちょっとあの、 結果が出てくるというですね、かなりこう努力がポイントになってくるジャンルなんですよ。クラシック楽器っていうのはですね。で、そういう楽器の練習を黙々とこなすことができるのか、努力できるのかというものを比較調査をしました。850組の双子を対象にして、それぞれ違う家にもらわれていくわけですね。で、互いの環境の違う家に養子に行った双子それぞれが、どれぐらいクラシック楽器の練習ができるのか。 これの調査のすごいところは、その850組の双子、すべてに関してですね、クラシック楽器をさせたところなんですけどもですね、<laughs> 驚いたことにですね、裕福で教育の熱心な家に養子に行った子供と、ある中とか問題のある家庭に養子に行った子供ですね、双子なんですよ。全く遺伝子同じなんですよ。の間にですね、努力できる能力、力に差がなかったんですね。つまり、努力できる能力、 あまり成果が出ないと分かっていても、黙々と努力できる。努力の才能というものはですね、遺伝で決まってしまうわけですね。なんかね、えぐい話ですよね。まあ、僕はこれ笑って言うのは申し訳ないんですけど。だって努力できるかどうかも遺伝で、才能のあるなしも遺伝で、生まれる環境とか時代を選べないじゃないですか。そうすると、一人の人間の成功とか出世って、ほとんど全て運次第。 偶然だっていうふうにですね、議論できてしまうんですね。でも、例えばオンラインサロンやってる人とかですね、IT 社長の人たちっていうのは、この議論が大嫌いなんですよ。大嫌いなんですよね。なんでかっていうと、この残酷な真実っていうのが成功者から嫌われるかっていうと、三つ理由があってですね、一つ目、お前も俺みたいになれる。お前も俺みたいになれっていう、ティモンディ高岸的なですね、励ましができないからですね、オンラインサロンの存在理由そのものを否定、 されるからですよ僕みたいなことを、僕がやり方を教えますとか、こういうふうなことをやればいいんですっていうのが、そもそもできる遺伝子とできない遺伝子っていうのがある。こういうふうなことをですね。これがやっぱり、みんなやっぱ聞きたくない話なんですね。二つ目。自分自身の成功が単なる運っていうふうに、単なる運がいいからだっていう,うに言われてる気がすると。つまり、その人たちはその人たちで、 これまで努力してきたわけです。もちろん努力の才能、努力の遺伝子があったんですけども、それでもですね、若い頃から他の人が遊んでる時に努力したこと、それ自体は変わらないじゃないですか。でもその成果を全て否定して、それは遺伝子のおかげですね。あんたは顔がいいからだけだよなっていう風に言われてるような、そういうなんか侮辱を感じちゃう。だからやっぱこの議論を飲み込めないんですよ。三つ目。 高額所得者から高い税金を取ることを正当化するからですね。だからこう、成功者からはですね、努力できるかどうかも遺伝であって、所詮成功というのは運に過ぎないという議論はすごい嫌われるんですよね。それは頑張ったからこんなお金あるんだ。それをなんでこんなたくさん税金取られなきゃいけないんだっていうロジックを彼らはいつも言うんですけども、ところがですね、このサンデル教授の理屈によるとですね、 え、頑張ったからっていうのはもちろんあるんだけど、あんたが経済的に成功したのはほとんど運なんだから、同じくほとんど運で恵まれてない人たちに、福祉という形で税金を払って、それ、それが彼らのところに回,があの回っていくのは正しいよといううに言われちゃうわけですね。だからこの民主党的なですね、理屈の立て方が、やっぱ高額所得者の人、成功者にはですね、耳に痛い話になっちゃうわけです。えー、人生で成功するかどうかは、まあ本当に運次第と。 で、どんな遺伝子を持って、で、まあ、あの、どんな環境でどんな時代に生まれてくるのかというですね、自分ではコントロールできないことで、まあ、人生というのは決まっちゃうと。まあ、もちろんその中で精一杯頑張るというふうによく言われるんですけど、その精一杯頑張る遺伝子っていうのがあるなしですね。それで成果に、なんか結果に差が出ちゃうわけじゃないですか。だから成功した人は偉いわけでもない、賢いわけでもないっていうのが、 僕はこ,うこのゼミでいつも言ってると思うんですけども、それ現実だと思うんですよ。自分以外の力で恵まれてただけで、あの、トップユーチューバーは別に偉くないし賢くないんですよね。でも人間というのは成功者を偉い賢いと思って真似ようとしちゃう。これ本能なんですよ。それは集団生物とする人間の本能ですよね。あの、優れたボスとか優れた個体を真似ることによって、俺自身も 役に立ちますというですね、集団の中で自分をアピールするため、そのために原始時代から身につけていた人間の本能なんですよね。あの、群れからのけ者にされたり、役に立たない扱いされたりするっていうことは、まびかれたり、殺されたりすることを意味するわけじゃないですか。だからそういうことを防ぐために脳が進化の途中で編み出した擬態です。あの、カメレオンが周囲の色を真似るように、カメレオンは、あの、鳥とかですね、捕食者から自分を守るために周囲の色を同化させるんですよ。 ところがですね、人間のですね、最大の天敵というのは人間自身なんですね。あの、狩猟社会の中ではですねえ、狩猟社会の中では人間というのは常に役立たない個体は他の元気な個体から間引きされる、殺されるという恐怖にいつもさらされてたので、人間は成功している個体のですね、色を真似るんです。カメレオンみたいになるんです。だから僕らは成功者に憧れる、で、真似をするという本能を持っちゃってるんですね。 困ったことです。ということでですね、ポイント5。能力も運のうちです。いやもう能力のあるなしは運次第だっていうふうなことですね。